アビアリーシングアビエーションカンパニーは、ウズベキスタンのタシュケントに本拠を置く貨物航空会社である。アビアリーシングは、アジアの都市と西ヨーロッパ、東ヨーロッパの都市を結んで貨物運輸を行っている。拠点としている空港は、タシュケントのタシュケント国際空港である。アビアリーシングは、ウズベキスタンとアメリカ合衆国の企業のジョイントベンチャー企業であり、1993年に、 フロリダ州の SRX グループとの提携が行われた。アビアリーシングは1992年に設立され、運用が開始された。ウズベキスタン発の民間航空会社であり、SRX トランスコンティネンタルとイーゴリスミルノフが株を保有している。カナダヌナブト巡州のケンブリッジ米空港で燃料補給を行うアン 12UK-12000 アビアリーシングにより運用されている SRX グループの機体はメガボルト C アドベンチャラーを利唱させるための機材を運んでいる。アビアリーシングは2005年1月時点で以下の空港へと貨物を運ぶ国際線業務を行っている。アビアリーシングは2012年5月時点で以下の航空機を使用している。また2機のアンマイナス 12B 航空機を フロリダ州の SRX グループにリースしている。ありがとうございます。